中ですね、オンラインイベントっていうのでなんか Zoom とか使ってねお話ししたりとかしてたんですけど、なんかそれとはまたこう違う感じじゃない、あったりするのってましてよ、歌ってもないからさ、ちょっと今日ちょっとだけ緊張してるんだけど、ちょっとだけいつも通りにやっていきたいなと思いますので、温かい目で見て、そしてちょっと鈍ってるかもしれないと思うんですけど、声もたくさん出してっていただけると大変思います。ということで、最後までどうかお付き合いの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで次の曲に行こうかなと思うんですけども、今ね一番最初に歌った曲が6月にカセットテープというね、ミニアルバムを、ややこしいでしょ、カセットテープでミニアルバムだったからさ、ややこしいね。でカセットテープっていうタイトルのミニアルバムを配信がねリリースいたしまして、 LINE ミュージックとかAmazon なんとかとかなんとかとかなんとかで聴けるのよ。
聞いてくれてる人一人しかいない。さっきでもカセットテープを求めに来た方がいたのよ。カセットテープ今日売ってないのって、あ、見てるんだと思って。ということで、今日みんなこれ帰ったら配信聞いてくださいねということで、そのアルバムカセットテープの中からの曲を歌っていきますので、皆さん知ってる方もいれば、まあ前から歌ってるからね、知ってる人は知ってると思うんだけど、一緒にお手拍子で盛り上げていただいて、知らなくてもお手拍子で盛り上げていただいて、また喋っちゃうとね、伸びちゃうから早くしろということで、じゃあね、次の曲に行きたいなと思います。盛り上がっていきましょう。東京スリナーでーす。それではお手拍子お願いします。ということで、今日はね、アイドルの方々が多いので、ちょっとアイドルっぽめの曲を2曲持ってきましたので、まあ声を出したければ全然出していただいて、この辺程度に出していただいて、あんまり出しちゃうとね、飛沫したら大変だからね、この辺程度に出していただいて、やんわりと盛り上がっていただけたらなと思いますので、2曲ね、続けて聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。1986年の生まれに。
並んでんのにすごいね、あそこ。ありがとうございますね、本当に。言ってた、この辺で。ふふって言ってた。痛くなっちゃうもんね。まだだって、飲み屋の時間帯じゃないんだけどね。ということで、もうぜー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 言っちゃってるということで、時間確認するんじゃない。あれ、今もう夜だっけな、みたいなね。私が出てきたらそんな時間かなと思うんだよね、本当に。感じちゃった。ということで、息を整えつつ、ちょっとね、次の曲に行こうかなと思うんですけども。すごくね、ダメだね、水飲めて。水飲んだらもっと呼吸できなくなっちゃう。今日新調したばっかりのドレス着てます。かわいい。ありがとうございます。普段黒が多いので、ちょっと赤で可愛いっぽくしてネイルとかも変えたりとかして、撮るんじゃないやろな、本当に。いや、後で撮らせてあげる。そう、ということで、まあいろいろして準備してきたわけなんですけども、やっぱり何度練習してる、何度リハしてるものと全然違うよね。ステージ立つとね、こんな息上がんなかった。ね、ということで、じゃあそろそろ次の曲に行こうかなと思うんですけども、次の曲はですね、その先ほど言ったカセットテープに穴を入っている2曲お届けしようかなと思うんですけども、ちょっとしっとりした感じでお届けしますので、しっとりした気持ちでお聴きいただけると嬉しく思います。で、2曲目はミディアムテンポな感じなので、お手拍子で一緒に盛り上げていただけたら幸いです。ということで、次の曲聴いてください。悲しみラブサティ
ソディ、そしてリフレイン、2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。どちらも新しいアルバム、ミニアルバム、カセットテープ、ややこしいね、カセットテープに入っておりますので、皆さんサブスク、そしてあの配信のね、あのいろいろしてますので、ぜひネットで聴いていただけたら嬉しく思います。はい、ということで今日もね CD たくさん持ってきてますので、あの売り切れるまで帰りまてんというのをやってますので、やってないんですよそんなもん、やってないんだけど、皆さん1枚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 持って帰ってもらいたいぐらいいい楽曲たちなので、ぜひともね1枚2枚3枚まであーって羽ばたいていっていただけたら大変嬉しく思いますので、ぜひ物販遊びに来てくださいね。というと同時に25分間しかないの、25分間しかないから、皆さんあの早めに並んで、早めにパッ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 、はいはい、もう手をこうやって用意して並んどいてくれると大変ありがたいということで、そうシュシュしなきゃいけないからさ、はいはいはいっていう感じで、ワンコソワ並みにちょっと今日はさばかなきゃいけないかもしれないんですけどもね、それでも遊びに来てちょっとでもねお話できたらと思いますので、最後寄ってっていただけたら大変嬉しく思います。はい、っていうわけで次の曲で最後の曲なんですよね。ちっちゃいよ、もっと大きい声で言わなきゃ、今ちょっと悩んだでしょ。ね、全然いいんですよ。もう私のライブがや入れられてなんぼだからさ、そういうね、そうそうそう、だからなんか最後ね盛り上がっていきたいなと思うんですけども、通常ならもう見たことある方は分かると思うんですけど、もうこの段階でこうやってへーって降りてその辺にいるんですね、この辺にいるのね。だけどそれがソーシャルディスタンスでできないからさね、一回一回こうやってアルコールしてこうやってみんなとこうやって握手するわけにもいかないじゃない、何もできないからということで、ステージ上からあのちょっとこういう感じでやっていきたいなと思いますので、カメラ持ってる人ちゃんとズームして今こうやってやってますよって手を挙げてもらって、ちゃんとそれを YouTube に上げていただいて疑似ライブができるということでよろしくお願いしますね。ちょっと歌詞いろいろあれなところあるけど、うん、ね、上げてくださいね皆さん、ぜひちゃんとよろしくお願いしますよ。ということでタッチしていきますので、皆さんあのグーでもいいし原さんでもいいけどグーでもいいよ、巨人今調子いいからね、調子いいからね、あーね、はい、ということでそんな感じでこうしていきますので、あともう一個お願いがあって、もう最後の曲なので、まあ、あれだと思うんですけども、私が合図をしたところで皆さんからカグチーンと大きな声で呼びかけていただく行事があるんですね。もうこれをやらないと帰れないから、この行事やらないと帰れないから、大きな声で呼んだこの辺の声で呼んでいただいて、私の耳が割れた時に一応頑張っていただいて難しいよね声で聞きに来ましたらということで、大きな声で呼びかけていただいて、私が合図をするとこ、知ってる方はもう誘導してここだよっていうところでカオチンって言ってね、言ったよ、いつも言わない人言ったよ、この辺で言ってんだ、知ってたからいいですもん、小声でということでよろしくお願いしますね。女性のお客さんも可愛らしいカオチンボイスよろしくお願いしますということで、大丈夫そう、システム分かった、大丈夫そう、また綺麗に撮ってよね、ということでじゃあ行きたいなと思います。最後はね大好きな西田愛さんのこの曲をお届けしたいなと思います。聴いてください、一人にさせないで。夜が待つ
ると思いますので、ぜひともね遊びに来ていただけたら嬉しく思います。それでは以上、野崎香穂でした。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなちゃんと元気でやるんだよ。ありがとうございます。